今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は錦市場で展開されているイベントに会場に伺いました。綺麗な手ぬぐいがいっぱい並んでいるんですが、こんにちは。こんにちは。はい、お話を伺いますのは、ちょっと自己紹介をお願いします。僕、京都工芸生大学の大学院の修士1回の深地博正と言います。はい、よろしくお願いします。もうおなじみになったかなと思うんですが、毎年展開されている錦市場で、若冲を探そう、これはいつも同じタイトルだったでしょうか。はい、いや、今年この若冲を探そうというタイトルは今年初めてなんですけど、今までいろんな何かを探そうというイベント名でやらせていただいてて、今年は若冲という。そうですか。若冲といえば本当に錦市場で生まれ育った本当に世界に名だたる画家ですよね。はい、はい、そしてこの今回のイベントは、これはどういう趣旨のイベントなんでしょうか。いっぱい手ぬぐい並んでますね。こちらは手ぬぐい合わせというイベントを 毎年やらせていただいてるんですけど、中野研究室の中野研究室研究室でやっていてる手ぬぐい合わせというイベントなんですけど、はい、各店舗にあった手ぬぐいのデザインを学生が行うという、そういったイベントみたいなもので、まあ、錦市場の活性化をちょっと目指しているという、はい。例えば綿藩さんがあります、京丹波さんがあります、丸八田さんがあります、東屋さんがあります。これは全部工芸繊維大学の学生がデザインしたもの。はい、はい、私がデザインしました。はい、こういうものをいろいろお店にも展示してるんですか。そうですね、お店の店先に、はい、この手ぬぐいを展示させていただいています。そうですか。探そうというのは、そのどこのお店に何があるかなっていうのを探すんですか。そちらは、若冲のイメージを探す、若冲作品を探そうっていう、はい、イベントで、手ぬぐいはそのまた別でやってるイベントなので、はい、店舗にある若冲作品を錦に来ていただいたお客様に、探して見つけていただこうというイベントになります。そうですか。はい、もう本当にこれは5年目になったそうなんですが、そしてこの、お台所風の中には、これはこう何かフードのサービスというのもあるようですね。はい、こちらでは立ち飲みワインバーの方をやっております。はい、さっとこう来ていただいて、さっとワインを飲めるようなブースになっているので、ぜひいただけたら。そうですか。はい、わかりました。開催期間は何日まででしょうか。11月15日から25日の10日間になってます。そうですか。ありがとうございました。